吉高先生にお越しいただいているということで、皆様大きな拍手でお迎えください。どうぞ。ついに先生完成しましたね。ですね、ありがとうございます。会場をこう一通りご覧になったかと思いますが、はい、いかがでした？いや、やっぱり懐かしい作品がいっぱいあって、やっぱ30年の、ね、前のやつとかあるので、やっぱり自分でも改めて見てすごいと思いました。これは初期に描かれて、先生自身もそれまだファイナルファンタジーの理解が進められた段階で、最初ですから、うん、まあ、そんなに資料がなかったから、この辺の世界も、はい、大体こう自分の、あの、まあ、想像で描いたりとか、このキャラクターあった方がいいんですけど、うん、なんかね、そういう意味では、ものすごく、ファンタジーの世界を手にしたっていう、そういう絵です。黙示録ということで、何かやっぱそういうヨハネの黙示録、そのキリストの、そのストーリー、何か先生の中でこういった作品を描きたいっていう思いがもともとあったんですか、先生の中で。やっぱり現代とその、ね、あの昔とやっぱり戦争があるし、はい、あの意味はちゃんとあるんですけど、まあ、あとも馬を描きたかったと。馬で、4体の馬でそれをそれぞれ表現されていたわけですね。これはどんな作品？これはこの大きさであるってことはアリスなんです。アリス、だからこの大きさで我々が実は小さくて、そしてあの今回実は初公開作品も、実は、海外では個展が多々行われているんですが、あの国内ではあまりあのこういった作品展示することがなくてですね、実は日本では初お目見えという作品がたくさんあるので、ぜひちょっとそちらをなんか凱旋的な感じなので見ていただけると嬉しいなと思っています。この作品、この3つの作品は実はまだいっぱいあるんですけども、もうこの子のこのボンボンが、ボンボンって、はい、あの意味わかります？あのキャンディーとフランス語なんですよ、はい、ボンボン、キャンディーちゃんたちと、そうなんですね、同じですね、はい、でちょうどあの頭のこう丸い部分ね、はい、そうイメージしてもらって、はい、今これキャンバスに描いてて、結構いくつか描いてるんですけども、今回ちょっと3つしか出せないんですけども、はい、こういうものをちょっと最後にですね、まあ、これから多くの方にねお越しいただくということで、ファンの皆様に一言いただいてもよろしいでしょうか？はい、あのぜひ、来てください。もう一言いいですか？あの、なんだろう、まあ、原画って、絵の場合僕は、手が届くないって言ってますけど、そうするとこの原画展で原画っていうのは海外の間近で見れますので、それで大体こう加工されたものが出るわけですので、いや 生の絵ってなかなか出てこないし、結構汚れてるんですよ、メモがあったりとかちょっとね、そういうところは生々しい。この大きさに、この大きさでないと迫力出ないっていうその世界もありますし、そういう意味ではあの原画オリジナルをぜひ見に来てください。